あの今 あそこの交差点で、街頭演説終わって、目の前に、建物があるんですが、これですね、ちょっとここをね見てみようかなと思います。今これ開いてるんですよ。これまあ前なんかお店やっていて、知らないうちにもう貸し出ししてるんですよ。これここを議員事務所に使えたらいいなと思っていわゆる、まあ、ちょっと中は見れないですけど、ちょっと待ってくださいね。カメラチェンジ、もう一度。まあここが入り口で、結構大きいのでこれね、じゃーん、こんな感じです。じゃあちょっとこんな感じです。中は、まあ、かなり広いですね。はい、こんなに広いですよ。なんかカウンターみたいのがあって、だからまあもし来年の統一地方選挙で当選することができれば、ここを議員事務所としてね、ちょっと見にくい、反射しちゃって見にくいですね。結構広いでしょ。で、あの真ん中がトイレと階段があって、ちょっと2階はこれ中入れないので見れないんですけども、まあこんな感じのおしゃれな、まあおしゃれって汚いんですけどですね、相当これ年季が入っていて、まあかなり、大丈夫かなと思いますが、ただ家から近いし、あ、トイレもね古いそうなんですよね。これ汚いんだけど、まあここが入り口と、あとあそこにもね入り口があるので、まあバイクとかだったら中に入れることができるし、車が入るかどうかちょっと分かんないな。もし高級車だったら中に入れればね安全ですし、まあ駐車場兼事務所にするとか、まあこっちはどうだ、こっちはまあ簡易的なソファーとか椅子を置いて、まあ、商談スペースみたいな感じでね、やれるといいかなと。これ何なんだろうね、カウンターキッチンみたいのがあって、むしろ、まあ、床も汚いね。ちょっと2階が、2階がちょっと見えないんですが、面白いですね。まあ、事務所と、あとは、まあ、商談スペース。まあ、2階も、まあ、事務所にも使えるし、こんな感じですよ。じゃーん、2階も広いでしょ。で、駐車場もこんだけ広くなっているから、まあでもこれ家賃数十万取られそうだね。こんな感じですね。まああそこにもほらさっきの入り口みたいな、まあここにも裏口があって、ここに車止めてここから入ればいいのかなと思います。まあ、ちょっと幅は厳しいね。バイクかなね。いいね、ここ気に入った。まあ隣がディーラーの店なんでうるさいかもしれんけど、まあ看板がまだ残っていて、看板がついていますね、これで、さっきやったのがあそこなので演説をね、まあ近いですよね。こんな感じです。まあおしゃれな感じで、はい、まあこういうところも、まあ、もし使えればいいかな。まあ2階をね個別の塾に使おうとかさ、いろいろありますので、はい、まあ、頑張っていこうかなと思います。じゃあ、これで終了します。皆さん行ってきます。やらよろバーイ。